フォンドメタルグレイン01は、フォンドメタルが1992年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ロビンハード。フォンドメタルグレイン01は、前作のホメット F1 を改良したものであった。前年に、ホメットと喧嘩分かりしたフォンドメタルであったが、新たな車両を投入するには、時間が足りず、そこで、 コメット F1 に手を加えた車両で透明をしのぐこととなった。エンジンはコスワース DFR ではもはや限界であったため新たにコスワース HB を搭載することとなる。これは前年にスポーツカー世界選手権で戦ったジャガー XJR-14 が搭載していたものであった。ドライバーはアンドレア・キエーザとガブリエル・タルキーニの二大体制となった。 身長 180cm のキエーザのマシンは昨年度のドライバーであったオリビエ・グルイアールに合わせたマシンであったため新車にマッチしなかった。キエーザは8戦中6戦で予選落ちし2戦はリタイアだった。タルキーには6戦に出走したが全線リタイアした。グレーン01は2台がホメット F1 から回収され2台が新造された。グレーン01は その後、SCI チームが購入し、ダニエリ・ランダッキオをドライバーとして、インターセリエに参戦した。インターセリエは、キャン・アム同様のスポーツカーで争われたヨーロッパのみのシリーズで、グレーンレイ1は、フェンダーを取り付けられたオープンコックピットのスポーツカーとして94年から97年まで戦った。94年と97年にはモストで、96年には、 ブランズハッチで2位を獲得している。ありがとうございます。